ませですわ、お兄様。ほら、京香ちゃんも。ほら。あの、これは一体どういう。白石さんのお兄様、今日がお誕生日と伺いましたわ。大切な学友のご家族のお祝いの日、北条家の誇りにかけて盛大におもてなしいたしますわ。おい京香、なんだよこれ。あいつが金払うから絶対連れてこいって言うから仕方なく。なんだよそれ。知らねえよ。白石さん雇用のための身辺調査で判明した通りイケメン、しかもあれで童貞。まさに奇跡。パーティーに乗じてお兄様の童貞いただいちゃいましょう作戦決行ですわ。こいつまた何か企んでやがんな。それじゃあ早速始めよう。